健全クラブのない唐沢奈々江です。今日は、みんな懇親会じゃないですけど、ちょっと食べましょう。はい。そろそろ焼き始めから、ちょっと食べましょう。マネージャーの紙エプロン姿。どうしてもこれがしたかった。おじさん？可愛い。ありがとうございます。作りましょうか。これが美味しいんですよ。レバルからで、副社長とかもね、すごい仲いい。ジョーさんの牛タンです。レモンとかポン酢とか。すだちとかなんかいろいろそうできたから、なんか味いらないぐらいな感じじゃないですか。クリームソースとかもあるよ。氷入れたさ、氷をここに入って置いてくれる。美味しくないこの牛タン。美味しい。めっちゃ美味しいね。持ってたんで。あ、佐藤カメラかぶってるから。あ、すみません。ごめん処理してます。食べながらですけど、銀座でモテる男とはちょっと言いたい。私絶対言いたい。ももちゃんから言って。はい、ももが言います。モテる男性は同伴してくださる方です。あるあるだね。本当にスマートにやっぱ同伴してくださる方って絶対モテますよね。土日とか言えないでね。本当にご飯行こうとか言って美味しいとこでやってきてくださって、この日どうですかとか LINE すると、あ、ちょうど誘おうと思ってたんだよとか。すいません、失礼しました。酒も飲んでないのに入ってる人のモテる男言いたい人、なんかゆずも言いたい人取りました。あ、ゆずちゃんどんな人とどっしり構えてる方。構えてて、なんかホッペさんがわちゃわちゃやってるのをポッて微笑みながら見守ってくれる人だと、なんか自由にやりやすいし、何でも受け止めてくれるのかなって。わかるー。こういう人がまたステージで競争率高いんですよ。席が来たいとか言って、足しげく通ってくれるけれども、くどいとこなんです。こっちが照れっぽくない。かっこいい。なんかよく来てくださって、後半とかもどんどんしてくれたりとかするんだけど、動かないと、あれなんで来てくれてるんだろうっていう気になりますよね。逆にこっちから行きますよね。そう。銀座の紳士の皆さんね。あ、ママ今日アクセサリーお揃いです。あ。そう。またフライングでるみたいな。可愛い。みろちゃんもつけてる。あ、そう、つけてる。まゆみちゃんもつけてました。あ、まゆみつけてる。オイルじゃないの。あ、そう、このゆかちゃんが。ゆかちゃんつけてるのが、バタフライモデルではない違うモデルのミニチャニーバー型みたいな。本当だ。なんかこれね、ゆか可愛くて。「出した私も」って言ったら間違えてたっていう。そのままモテる男性って、銀座はまだちょっと短いと思うから、例えばアメリカでモテる男性とかっていう、なんかどう思います？モテる男性って、まず女性のエスコートが上手な方がやっぱりモテる男性なんだと思います。例えば、お会計出すにしても、女性がトイレ行って好きですとか、そういうね、そういうこう、見えないところで話していただくとか、ちょっと私が逆に、あーって思った時は、ご飯が終わってるのに、いつまでも会計をしてくれないから、あ、どうしよう、私、払う感じなのかなみたいな、ちょっと払う隙を与えようと思って、お手洗いに行ったりとかして、で戻ってきて、なんかパッチ出ないもないし、なんか会計終わってない空気だぞみたいな。最終的にもうなんか時間もかなりやりだすと思って、あ、お会計してないかもねみたいな。無理やり済ませてそうですよね。なんですね。あれ、まひろのモテる男性。私のモテる男性は干渉しない人。あ、干渉しないか。男性と女性でやっぱりそのもう力も違えばすることも違うんで、なんかこう競い合っても仕方ないと思うんですよ。女の方が今キャリアウーマンって言われてて、こうレベルがアップしてるのはわかるんですけど、やっぱ私たちからすると男性の方がやっぱり力強いですし、引っ張ってもらいたいから、なんかそういう一人、そうだよねじゃなくて、でもさ、だってさって言われると、なんか、なんでだろうっていう、だからついてったんだよ、あなたにって言えるような男性がいいです。そういう男性はぜひ、こちらまで。何が出るの？携帯も。出会い系みたいな。私さっきゆかちゃんのを聞いて、私とすっごい近いなと思って、私必ず好きな男性のタイプとか、どの男性がモテるんですかとか聞かれると、一番大きいの絶対。さっきゆかちゃんの話聞いてて、やっぱり一緒。一緒ですね。私好きな男性のタイプかぶるだもん。大丈夫ですか？芸能人か誰だ？芸能人でいうと、顔とそれたんですけど、好きなタイプ。プロレス体験の人が筋肉の上に乗っかってるようなプロレス体験の人がいたからマッチョ系やっぱりね、そうなりますよね。そうなると思った。はい、まだまだ牛タン大会は続きますが、私たち懇親会といいますが、いつもこんなふうに楽しくやっております。クラブがね、クロックもホステスさんも大募集してますし、いろんなスタッフ大募集してますので、ぜひ皆さん仲間になってください。高評価、コメント欄たくさんいただけますと嬉しいです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは銀座の夜にお待ちしております。